こんにちは。ご覧いただいている画像いかがでしょうか。竹中平蔵先生ですね。ここまで気持ちよいマッチポンプもなかなかないですよね。 ご覧になっているように、自分で構想、自分で提案、自分で決定して自分で儲けるというね、<laughs> この面白い仕組みがで <laughs> きていまして、今、私たちが不幸なのも、豊かじゃないのも、人生を台無しにされているのも、まあ、一えにこの人のせいだというふうにことにしとけばね、なかなか、あの、気持ちよく筋が通るもんでございます。ま、あでも、こういうふうに思われても仕方がないところと、よくこれだけね、世論がね、煽ったよなと思いますよね。マスコミを中心に。 ある人のこれツイッターの画像からなんですけどもこういうふうに書いてますこの竹中平蔵の日本人総貧困化システムは有名だけど自公政権や電通などの極悪政党団体は全部これだから防衛費増税分を国民に押し付けた有識者会議も通過の利権仲間だし国際機関 OECD が 消費税26%にと言ってるのも財務省 OB の天下り先が OECD 洋食だから全て悪党どもの出来レースだよということなんですよね。いやーでもね、こうやって有識者と一緒もね、そして悪党どもの連中も顔出さないんですけども、竹中先生はね、顔出してますよね。で、YouTube チャンネルまでやってるんですよ。で、ちなみになんですけど私はね、あの全部お前のせいだみたいなね、竹中平蔵さんをただこき下ろすためだけの うん、そういったコーナーもやってるんですけども。まあ、最近はネタが尽きてきましたね。<laughs> というのがね、このマッチポンプ。自分で構想、自分で提案、自分で決定、自分で儲ける。この仕組み以外にはもうないんで、そのパターンがね、いろいろ違うだけなんでね。でも実際、竹中、平蔵先生ね。この人の、その、勢力の下にある会社とかに入れたら、こんなにラッキーなことはないですけども、なんとか入れてもらえないですかね、我々もね。うん、どうなんですかね、この辺は。 タケナカさん、タケ平等先生、よろしくお願いします